アラン・マキルレース。2005年、自らを多数の勲章を受けたイギリス陸軍将校だと偽った。制服と勲章はインターネット上で購入したものだった。軍歴詐称者は市民生活において自らの従軍経験を詐称するもの,のことである。一切の従軍経験がない者による行為だけではなく、退役軍人による経歴の詐称なども含まれる。彼らは、 しばしば正式に与えられたものではない、個人的に入手した勲服や勲章等を着用、廃用する。イギリス軍ではこうした人々を指すスラングとしてウォルツが使われる。これはジェームズ・サーバーの小説、ウォルター・ミティの秘密の生活の登場人物、ウォルター・ミティが戦争の英雄を夢見ていたことにちなんだものである。アメリカ合衆国ではこうした人々の故障として、 ストールンバローという表現が2000年代初頭から普及し始めた。これは1998年に発表された書籍、ストールンバロー、ハウザ、ベトナムジェネレーションはズロブド、オブ・イッツ・ヒーローズイッツ・ヒストリーに由来する。その他、フェイク・ウォリアーズ、ミリタリー・法律、メダル・チーツ、ミリタリー・ポザースなどの表現も使われる。国によって法的な扱いは異なるものの、 軍歴を詐称したり、正式に得たものではない軍服や勲章を身につける、行為、とりわけ金銭等具体的な利益を得ることを目的に、それを行った場合、犯罪とみなされうることが多い。軍歴詐称者は、自らの主張を対象者に信用させるべく、様々な幅広い詐欺的手法を用いる。例えば、口頭での発言、記述による主張、さらには、 制服や階級賞、部隊賞、勲賞、気象等の着用、廃用などの行動によって、詐称者は主張に沿った2の印象を対象者に植え付けようとする。一般的に、詐称者は2つのカテゴリーに分けられる。すなわち、1、一切の従軍経験がない民間人と、2、自らの経験や成果を粉飾、誇張した退役軍人である。後者の場合、 典型的には次のような主張が行われる。大抵の詐称者は、軍歴の一部、または全体をでっち上げているが、中には曖昧な言葉遣いや誤解を招き得る表現を、あえて多用することで、厳密には、嘘ではないものの、聞き手に誤った印象を与える形での主張を行う者も,もいる。例えば、ある戦争の最中に軍に所属していた、という主張である。この主張は、 多くの文脈において発言者がその戦争で戦った、すなわち戦場に派遣されたと解釈されうるが、実際には母国を離れることなく、広報部隊に勤務していた可能性もある。また、英雄的な戦歴で知られる著名な部隊に所属していたという主張は、あたかも発言者がその部隊の一員として激戦に参加したかのような印象を与えるが、この場合も実際には、 戦闘に一切関わらない、兵舘担当者などとして勤務していた可能性がある。詐称者は主張に疑問が呈されたとき、または軍歴を証明する公的な文書等が見つからないことを指摘されたとき、しばしば自らが機密扱いの任務に従事していたために話せない、記録に残されていない、記録が公開されていない、と釈明する。現代ほど、 従軍記録が正確に残されていなかった時代には、軍人恩給を得るために退役軍人を詐称する者がいた。大抵の場合、彼らは年齢をやや高く偽り、所属部隊については曖昧な主張を行った。こうした詐称者は恩給、すなわち金銭的利益のみを目的としていたため、公の目を引くことを望まず、大げさな従軍経験を主張することはなかった。1950年代、 アメリカでは、アメリカ連合国軍の最後の退役軍人を自称する110歳以上の男が現れた胸がメディアで多数報じられた。多くの記事では彼らの主張を検証し、彼らが年齢を偽った上、軍人恩給の不正受給を何年も行っており、本物の南北戦争の退役軍人らが死去した後になって注目を集めようと企てたことが暴かれた。 例えば、ウォルター・ウィリアムズもこうした詐称者の一人とされているが、一方で、彼の主張を支持する人々もいた。現代において、軍歴詐称者がこうした行為に手を染める理由は、様々だが、ほとんどは、他者からの賞賛や尊敬を得ることを目的とする。哲学者ベーナ・ブーゲーリング教授は、そうした人々を、美徳の詐称者と称した。 彼らは必ずしも全く別の人物を装うわけではなく、自らの経歴を詐称することによって、何らかの美徳や特性を有しているかのように装うこともある。多くの詐称者は、退役軍人に敬意が払われる社会において、これを不正に得ることを動機とする。また、多くの詐称者は、自らの主張に基づく、架空の退役軍人を演じることに没頭し、 時に主張に基づく退役軍人の一人として、河の催し者や式典に参加したり、ジャーナリストからのインタビューを受けることもある。その他、より直接的な利益を得るための好印象を目的と、する場合もあり、これは例えば雇用者、演劇等における配役担当者、観客、投資家、政治運動の支持者、あるいは恋愛の相手などを対象とする。他人の脅迫、 威嚇を目的とした詐称者もいる。彼らは訓練を受けた狙撃手であるとか元特殊部隊員であるなどと自称して他人を威嚇したり政治的な問題に関する自らの見解の権威を補強するべく偽の軍歴を利用することがある。いわゆる古事記の中にはより多くの施しを受けるために軍歴を詐称するものがあり。 彼らはしばしば自らの負った本物あるいは偽物の怪我が従軍時の戦勝であるとほのめかす。主張や振る舞いの誤り、矛盾のため、軍歴詐称者はしばしば容易に発見され、真相の暴露を受けている。きっかけとなるのは、例えば詐称者の年齢が主張される戦争への従軍者としては若すぎたり追いすぎている。主張される階級にしては若すぎる。 二つの異なる場所に同時にいたと述べる、従軍したとされる戦争について誤った主張を述べる、などの出来事である。また、佐将者が軍服を着用していた場合、階級賞、部隊賞、勲章、気章等の着用、配用方法を間違えていることも多い。本物の退役軍人、とりわけ佐将者が所属したと主張する部隊、部局に所属したものであれば、 こうした誤りをたやすく発見することができるいくつかの国では従軍経験に関する主張を検証する方法がある。アメリカ合衆国では何らかの理由で軍を除隊した退役軍人は現役時の所属、階級、部隊、特技区分、受賞歴等を証明する文書として DD ホーム214を受け取ることができる。または情報自由法に基づき、 国立人事記録センターへの問い合わせを行うこともできる。名誉勲章受賞者やベトナム戦争での捕虜経験者などについては公開されている一覧を利用して紹介することができる。いくつかのウェブサイトでは、軍歴詐称容疑者の主張の検証し、詐称が発覚した場合にはこれを暴露して避難することを特に目的としている。一方、こうした動きが裏目に出て、 本物の退役軍人が、殺傷者として非難されることも、少なくない。ベトナム戦争従軍者で勲章の研究者である、ダグスターナーと、書籍、ストールン・バローの著者、B.G. バーケットは、近年の退役軍人の中には、殺傷者の問題に過敏になるあまり、実験主義を煽ったり、敵発を、ハンティングゲームのように捉えるものが現れていると、指摘した。 軍服の着こなしや着用方法の細部に関する指摘は誤りとして典型的なものである。退役軍人が高齢となり、すでに現役を離れて数十年が過ぎている場合、こうした点への指摘は説得力を持たない。過去に行われていた性別に関する制限など、古い規則に基づく過剰な推論なども誤りにつながりやすい。法やに基づく問い合わせを受け付けている。 国立人事記録センターでは、アメリカの退役軍人に関して、最も徹底的な検証を行っているものの、これでさえ完璧なものではなく、本物の退役軍人であっても、稀に記録が見つからない場合がある。スターナーは、誰かと対峙し、これを打ち倒そうとすることで自分を大きく見せる、それで気分が良くなる者も,もいる。だが、 それをやるときに間違いを犯すことになるのだと述べている、軍歴詐称や軍服、勲章の不正着用に関する法律は国によって大きく異なる。オーストラリアにおいては、1903年国防法に基づき、陸海空軍の軍人を詐称することは、連邦犯罪とみなされる。また、正式に授与されたものではない気章、勲章を身につけることも、同様に犯罪とみなされる。 カナダにおいては、刑法第419条に基づき、許可を得ないまま、カナダ軍の軍服を着用すること、及び正式に授与されたものではない気象、勲章を身につけることが犯罪とみなされる。また、偽造された除退証明書、民間証明書、令状、軍備文書を生じすることも、犯罪とみなされる。イギリスにおいては、かつて1955年陸軍法に基づき、 谷を欺くことを意図して本物、または複製品の軍事希少、勲章を身につけることは禁じられていた。しかし、現在では2006年軍大法が陸軍法を置き換えており、同様の禁制は含まれていない一方、民間人が許可なく軍服を着用することは1894年征服法の下で依然として犯罪とみなされ、 金銭その他の利益を得るために軍歴を詐称した場合は通常の詐欺として起訴される。2016年11月国防特別委員会は授与されていない勲章の着用を最大6ヶ月の懲役に値する刑事犯罪とすることを推奨したアメリカ合衆国においては2013年ストールンバロー法に基づき金銭財産 その他の具体的な利益を得ることを意図して、いくつかの主要な軍事記章、勲章の受章を詐称することは、連邦犯罪とみなされる。また、除隊証明書の改ざん、偽造も、犯罪とされるほか、退役軍人としての公的な恩恵を不正に得る、ことを禁ずるいくつかの法律がある。ありがとうございます。